ロバート D ・フィッツジェラルドロバート D ・フィッツジェラルドはアイルランド生まれでオーストラリアに移民した測量技師で蝶類学者、植物学者である。オーストラリアの蝶類やランなどの植物をヨーロッパに紹介したアイルランドのケリー県トラリーで生まれた。コークのクイーンズカレッジで土木学を学んだ後オーストラリアに移住した。1856年にシドニーに到着し、 国土局に製図係として雇われた。役人として働き、鉱山調査の長屋、教会や学校の管理を行った。個人の時間に、蝶類研究家としての活動を行い、1850年代半ばに、地元の雑誌に蝶類に関する記事を書いた。1864年には、ニューサウス、ウェールズ州のウォーリスコを訪れ、シダやランを採集し自宅で栽培した。 ランへの興味は生涯続き1869年と1871年1876年にオーストラリア領の離島ロードハウ島に渡りランの採集を行ったそこで発見した新種のランがフィッツジェラルドの名前が付けられたドレアカフィリムフィッツジェラルディであるオーストラリアで多くの新種植物を発見した植物学者 フェルディナント・フォン・ミューラーとの間で交わされた手紙が残され、ビクトリア標本館に保管されている。1875年から1882年の間、役所の同僚である、版画家、アーサー・ジェームズ・ストップスと共に、オーストラリアの欄を出版した。この著書によって、植物学の世界でも有名になり、ジョセフ・ダルトン・フッカーによって高く評価された。 ドレアカフィリム・フィッツジェラルディのほか、ランカの種、サーゴチラス・フィッツジェラルディなどにも懸命されている。フィッツグは、植物の学名で命名者を示す場合に、ロバート・ディ・フィッツジェラルドを示すのに使われる。ありがとうございます。